はい、こんにちは、えー。中国の男子大学生、大体童貞はい、クレイジーチャンネルです。で、今日はですね、あの、ちょっとあの、いきなりなんですけど、結構割となんか、またありえないことがちょっと家で起こったんで、動画にしたいと思います。で、僕前、前回の動画で、あの、こっちの部屋のところに勝手に人が入ってきて、なんかいろいろ、たまにな物持ってこうとするとかって話したんですけど、で、まあ、あの、その動画の最後に、 あのー、まあ、あの、他の家の猫が住み着いたっていう話してて、で、あれからずっと住みつ着いてたんですね。で、あのー、まあ、ちょっと結構物を落としたりとか、あのー、棚から、棚、物を落,落としたりとか、あと、普通にあのー、他の台に登って、台の上のものなんか倒したりとかしてて、ちょっとさすがにずっと置けないなと思って、あのー、まあ、ちょっとあの,あの、ずっといた場所からどいてもらったんですよね。で、 うちのとこあの見るとわかるんですけど、共有部塞がないと、また猫ちゃん来ちゃうんで、ちょっとあの、共有部をあの、塞いだんですけど、そしたら今ちょうどあの、別の、まあ隣のですね、お家のおばさんからクレームが来て、ここはあの、塞ぐなって言われたんですよね。僕はあんま意味わかんないんですけど、なんか話聞いてると昔の、まあずっと昔から住んでる人たちなんで、あの、割とその僕の家の玄関の方も共有で使ってるみたいな。 話で、共有って何だって意味わかんないですけど、まあ要するにあの僕の部屋のところはあの水道あるんで、そ,んそこら辺も使いたいみたいな、っていう感じだと思うんですよね。でそんな知らねえよって感じなんですけど、まああの、ってことは相手の隣の家も勝手に使っていいっていう話で、まあよくわかんないですけど、ちょっとあの、動画に撮ってみたいと思いますね。はい、ちょっと汚いんですけど、あの、ここ、僕の家の、 玄関ですね。で、この子は外で、今撮影したとここの部屋なんですよ。で、狭い部屋なんで2つしかないんで、まあ、一応ここ僕の敷地内で基本的に他の人入ってきちゃいけないはずだったんですけど、まあ、結構入ってきて、あの、物色してるっていう状態で。で、あの、猫ちゃんがずっとこの棚にいたんですよね。この棚にずっといて、あの、まあ、たまに上のものを落としたりとか。で、あの、まあ、さっきあったのはここの棚とかを全部、 倒して、結構、ぶちばけたんで、さすがにもうなんか、あの、どいてもらおうと思って、あの、他に行ってもらったんですけど、で、隣と繋がってるってここですね。で、ここを塞がないと、あの、隣のお家って窓開けっぱなし、ドア開けっぱなしなんで、何回でも入ってきちゃうんですよね。で、今ちょっとクレームが来たのは、ここを開けろっていう、話ですね。これあの、ここも開けるイコール、まあ、猫ちゃんも,もう来ちゃう。っていうか、今見たら、そこにいるんですよね、ここに。見えますかね。 ここにいるんですよ。この目の前に、あの、普通に、こっち見てるんですよね。まあ、開けたら来るの間違いなんですけど、まあ、ちょっと理由は昔からここもぶっちゃけ脅威で使ってるっていう、そういうやり方だったらしいんで、まあ、ちょっとあの、めんどくさいことになりそうなんで、さすがにちょっとどけて、この道を作ることにしますけど。よいしょ。これやると猫ちゃん来ちゃいますよね。 まあ、ちょっとあの、こう僕の家っていうか借りてるんで、まあ、ちょっとまあ仕方ないんで従うことにし,しましたね。ただ、未だにここの僕のスペースが実は共有だっていう理屈が全然納得できてないんですけど、まあちょっとあの、従わないと面倒なことになりそうなんで、一旦従うことにしました。いや、もうこれしょうがないですね。 で、ここの猫って隣の人の家の猫でもないらしいんで、もう全然未だに僕はもう中国のことはあの 0. 1、0.1%も未だに分かってないんじゃないかなって思っちゃいますよね。で、まあ、さっき共有って言った家がこっちで、ここじは使っていいのかって思っちゃうんですけど、その理屈が全然分かんないです。こっからっすね。じゃあこれからもこっから入っていってほしいよね。さて、これはあの、スラム街探索じゃなくて、私の住まいなんで、なかなかあの、 ファンキーな住まいだと思いまいいすけど、こんな感じですね。結局、ここから、あの、まあ、たまに、近所の人が人の物を取りに潜入して、で、まあ、普通に持ってくっていう、こういう流れで来るんですよ。こうやって、猫と泥棒がこうやって来ます。で、こうやって物を買って、まあ、僕は、あの、盗まれてもいいものを置いてるんで、ぶっちゃけ大したことないんですけど、ちょっとあの、盗まれてもムカつきますよね。っていう感じで、まあ一応、念のためこのカメラつきました。 これ大体200元ちょっと日本円でまあ、3500円。ぶっちゃけこれもう限界っすね。このレベルで上海で住んでる日本人のままあ、上海じゃなくてもいいんですけど、住んでる日本人の人はぜひちょっと、あの、写真見せてほしいですね。ここにちょっと来ちゃいますね。ちょっとあの、ここのところ開けとかないと、またおばちゃんがクレームですげえうるさく言ってくるんで、ちょっと開けてました。マジで。なんか全然わかんないっすね。まあよくあの、最近中国も結構キラキラしてるなんかそういう映像とかいっぱいあるんですけど、 まあ、あのこれが基本中国の基本的な世界ですからねで、まあ、僕今こう住んでるとこって結構スラム街なんですけどぶっちゃけあの場所はあどこか言わないんですけど海のすすごい一等地なんですよね多分あのここら辺の物件とかってあの買ったら普通に、まあ、オクションっていうか1億とか日本円で平気でする物件なんですけどまあそれにしてもこの何ですかねあの取り壊しに反対しているマンションの <laughs> 最後の生き残りみたいな感じになってるんですけどまあ実際あのこうやってまぁ、あ、ディープなマンションとかに住むとこういう謎の中のクレームとか結構あるんですよねだからあの未だにだから勝手に入るっていうのをまあまあちょっとあり得なくはないですけど普通に物を持って近所の人が持っていくっていう状況なんで最近カメラあるんでもそのあんまりないんですけど もうカメラがあってもなんか物色してるのは映ってるんですよね <laughs>。なんかもうそれ気づいてるのは気づいてないのかわかんないですけど、まあ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 、ちょっとあの、結構割と、また驚きの連続だったっていう話ですね。で、まあ,あの、の中国で特に思うことですげえ、なんか、まあ、やばいなっていうのが、結構あの、中国の人ってぶっちゃけ、まあみんなこれ知ってると思うんですけど、基本的に日本人に比べていろいろ適当じゃないですか。なんかあの マナーとかでまああのー、その分他人に優しいのかなとか他人のあのー、マナーの悪いのとか気にしないのかなと思ったらこれ結構面白いのが気にするんですよねでなんか普通にあのー、まあ切れるみたいな多分さっきのおばちゃんもぶっちゃけそんなの大したことじゃないんですけどまあなんかいろいろ言ってくるっていう感じででなんかこれなかなかぶっ飛んでますよね割と、あのーまあ 街中で中国って喧嘩するのしょっちゅう見えるんですけど結構逆に日本人があまあ文句言わないレベルでも中国人の人って結構文句言っちゃったりするんで割とあのだからでもみんなマナー悪いんでかなり結構街中で喧嘩してることが多いんですよね特に電車の中とかだからまああのぶっちゃけ僕はさっきあの通路を塞いだのもそんな別に言うべきことじゃないと思うんですけどまあそこはなんか絶えずに言ってくるみたいな。 <laughs> ぶっっちゃけちょっとそ,そこら辺流してまあすいません、余談なんですけど、ちょっとあの、管理人の方にちょっと聞いてみたら、管理人っていうかあれですね、ここの元の持ち主の人に聞いてみたら、あの、ババアは無視しっていう話にってたんで、ちょっとあの、やっぱり塞ぐことにしました。まあ、あの、別に、塞いじゃいけない合理的な説明がなかったんで、っていうか、僕の家に入んなきゃいけない理由なんてないですかね。まあ、ちょっとあの、また文句来ると思うんですけど、猫ちゃんとか結構また急われたら、ぶっちゃけちょっと困るんで、 あの塞ぐことにしますまあちょっとこの後どうなるかわかんないですけどなんかあのまたやばいことがあったら動画にすると思います。はいありがとうございました。